ドゥドゥル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 。さあ、やっていこう。3回目。まさかの3回目。うわ、もう3回もね、同じステージやるとは思えたわ。絶対大丈夫やと思ったわ。いや、まさかねまさかねなんだっけまさかねなんだっけやべえ、忘れちゃった。あれ最後、マルスが死んだんだっけ。マルスが死んだんだよね、確か。よし、さあ行こう。マルスがね、やられちゃったんだよな。弓かなんかの、会心かなんか受けたんだよな。ああ、そんな感じだった気がする。さあ、で行くぞ。戦略としては、前回の感じをそのまま使いたいから、まあね、いつも通りやな。こいつを、あ、ちゃうわ。こいつを移動させて、待機なんだけど、あ、そうだそうだ。マルスじゃないと、あれだ。仲間にできんやつがいるから、マルス、右に行こうかな。で、マルス、もしかして、こいつに勝てんとかあるよね。デビルアクス。こいつね。こいつに勝てん可能性があるからな。けど仲間したよね。もう3回目だからね、やり直したの。もったいないから、ま、さすがに、ちょっと仲間にしようかなと思っておりまーす。じゃあそこまでカットかな。よーし、さーて。マルスで、こいつを仲間にして、ジョルジュね。ジョルジュを仲間にして、こいつ、まさかデビルアックスこっち来た。やべえ。デビルアックスがこっち来たなら、ちょっと盗賊ちょっと逃げて。あれだな、遠くからの攻撃だな。誰がいいかな。こいつで一回、ちょちょいとやってみる。ちょちょいと。手ありでちょちょいと。ちょちょいと。ちょちょい、よし、いいね、いいね。残り何歩だ。ちょちょいで10か。で、もう一回ちょちょいやりたいんだよな。手斧。当たんない可能性があるからな。ちょちょいしてもな。ゴードンじゃ届かんね。無理だもんな。お前も無理だもんな。じゃあ手斧でちょちょいだな。当たれ。ちょちょい。よ。バツ。いいね。よし。よし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 。いいね。預ける。よっしゃい。でね、こっからよね。問題は、こいつがアホみたいに強いから。二マス攻撃のしてくる弓どもが、シーダ狙えたらやばいから、ここで待機。とりあえず待とう。やっぱね、シミュレーションは待ちのゲームですよ。待って待って、相手をこっちに凝らせて、始末する。それがシミュレーションだよ。当然と相手のパターンがわからんからな。で、ここはまあ大丈夫として、右だな。まあ右も大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、待つかな。ハーディンじゃなくて、マルスじゃない、マチスをちょっとレベル上げたいから、ダメージ食らってんな。だから傷薬持っとうかな。あ、マルス持っとね。よしよし。あ、てかこいつあるな。傷薬持たせやったっけな。まあいいか。これで持ち物をちょっと傷癖渡しちゃおう。はい。はいよー。てか、お前持ってないの？あ、お前持っとんじゃん。じゃあ大丈夫か。とりあえず大丈夫や。よっしゃい。単勝了。こっからですよ。こっから本番。さあ、勝ってこい。来たねー、斧が。もうこんな図体しとけど早いんだぜ、俺は。あれ？マルスに狙ってくる？いいよ、全然。食らうねー。めっちゃ食らって殺したねー。マルス強いけどだいぶ食らったよ。大丈夫？手斧とか、そんなせんよ。斧ね。はい。いいね。マチス。マチス。よし。いいぞ、マチス。いい。それこそマチス。あ、来たねー。弓兵どもが。うんこどもが来たな、うんこどもが。お前、かっこいい。今思ったけど、かっこダサ。弓の持ち方めっちゃダサかったよ、今。今のはね、動画をちょっと5秒ね、
巻き戻したがいいぐらいダサかったな。あそこじゃお前攻撃できんけど大丈夫か。おい、いやダサかったな今の変な持ち方。よし、まあ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 、そんなことはどうでもいいんすよ。鋼の剣、神霊ください。ほらね、ほらね、ほらね、だせえ、なんだその持ち方。そんなんじゃ力でやらんだろ、お前。それじゃ力でやんぞ。もうほんと今更やな。全然気づかんやったな。あ、こいつ切りそうと思ったけどね。まあ、鉄の剣でいいでしょう。よー。よー。無駄な必殺。傭兵系はね、こいつはね、HP とか低いけど、結構強いんだよな、こいつらは。まあ、強いけどそんな使ってないというね。いえいえ。俺、戦士系がね、好きだからね、戦士使っちゃうんだよな。はい、鋼の剣、ドーン。はい、一撃、ドーン。お、いいね、2回攻撃できるんや。すげえいいじゃん。お前、すげえいいじゃん、オグマ。オグマ、レベル低いだろ。レベル4だもん。これ誰？バツか、バツか。マジね、よし。届くか？よし、届く。いいね。おの、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 おの。おの、いいえ。はい、お疲れ様です。わ、こっちの構え、かっこよすぎるだろ。首からこう、ぐいっと、斧を持ってるからね。そんなんじゃ攻撃できんと思うけど。文句ばっかり。そしてこいつ、こいつ、あれ大丈夫よね。さすがにしないよね。手やり、一応手やりで。あいつ手斧持ってたりしてから。手斧じゃん！ああ、与えられない。よかった。あの、剣と斧と槍の三組の。あれがちょっと忘れちゃったんだよな。説明書もないし。お待ちつ。よし。いけ。お前前回死んだけどな。死んでるけどな。死んでるけど復活したからな。はい、いけ。はい、お疲れ様です。いいね。バーツもあ、サジか。サジはね、正直座ってたくないんだよな。まあ、マルスだな、座ってるとしたら。マルスなんだけど、ちょっとここ突撃刺したらさ、あれだよな、弓の攻撃めっちゃ食らうよな。ここにおったら、ここと、ここと、ここから3人から攻撃されるから、危ねえんだよな。危ないから、こいつ前にして、あ、手やり持っとんか。まあ、手やりでぶち殺して、まあ、殺さんでもいいけど、このまま放置かな。うん、うん、うん。オッケーオッケーオッケー。いい感じ、いい感じ。レナちゃんをちょっと下にね。ターン終了。ういー、さあ来い。さあ、どんな感じになる？まあ、こいつはね、当然、手斧で、どっか変なやつを狙うけど、いいね。手斧の、この攻撃力の弱さはいいね。これ誰だ？あ、マッチね。あ、全然オッケー、全然。オッケーお前は弱い。退場や。もうそんな奴に負けるなんて、まあ、ほんと、用済みですよ。ああ、また馬が一匹おらんくなった。もうこれはもうね、さすがにもうリセットしたくない。鉄の剣だな。鉄の剣でー。よいしょー。てか死ぬんかー。てか HP めちゃくちゃ低かったな、マチス。結構レベル上げたような気がするんやけどな。運悪く、あんまり上がらんやったんかな。スナイパーここに置くか。ザー買ってこい。で、これはまあ放置して、こいつだな。こいつはあと登 ?13 か。シーダレベル上げたいけどなぁ。ナーバル、こいつか。鉄の剣、ほい。はい、お疲れ様でーす。手斧とか怖くないなぁ。よーし。あとはね、もう弓兵を全員ぶち殺したから、敵がね、来てくれると本当ね、助かるわ。あと、こいつなんだよな、問題は。このブリザーがね、1から2なんだよな、攻撃の範囲が。だけ強いんだよな。で、行くなら、やっぱ、レナちゃんを、もう前に刺して、攻撃した後、すぐに回復が一番よね。これ勝利条件とかないから、敵をとりあえず倒せばいいから、それがいいよね。お、これスナイパー狙っちゃう？6も食らうのか。もうスナイパーなら避けろよ、お前。3
って避けろよ、サンって。あ、来たし。あ、レナちゃん？お、よし、いいね。いいね。聞か、結構食らう。結構食らうやん。聞かねえとか言おうと思った瞬間に結構聞く。魔法防御って、あ、ないんだ。この世界に魔法防御っていうのが。マジか。スピードかな、やっぱり。速さが6。なるほど。あれ？こっち素早さ12やけど？なんで2回攻撃されるんだろう。こっち2回攻撃できそうな感じはするんやけどな。でもこいつ HP は23。あ、こいつ？こいつは何本？素早さ。14！ 高っ！ぶち殺す。あれ？あれ？こいつか？こいつが持ったんか？あ、こいつだね。ぶち殺す。キルソード。必殺！パイーン！よし。いいね。キルソードは昔から強いな。全然上がらんな。大丈夫かな？ほんと、これクリアできるか大丈夫か？よし、マジいけ。お前、斧対斧やったら負けんだろ。んー、4食らってるけど、まあ大丈夫でしょう。あとはちょっと宝箱を取っていくか。あ、待てよ。先に右側。カットする前に右側ね。こっちね。マチス死んじゃったからなぁ。まあ、ハーディンがおるならまあ大丈夫でしょう。マチス、そうやってたかったなぁ。見た目が好きなんだよな、あいつ。なんかすげえ強そうやん、見た目が。俺だぜっていう感じの見た目ね。あれが良かったんやけどなぁ。これ届くやろ。届かんのか。ここ行けんのか。マジか。まあいいか。いいよいいよ。いけいけ、どんどんいけ。鉄の剣。はい、ドクス。早い。しかもいけれんし。マジかよ。なんだよ、もう勝ったやな。よし、来たぞ。マジ。いけ、マジ。いいね。お前はマジ戦士。戦士対海賊やったら戦士の方が強えわ。間違いなく。で、これマルスね。狙われるね。マルスが意外と弱い。なんでなんだろうな。やっぱ、あれなのかな。盗賊とかは、マルスあんまり強くないんかな。ちょっと一回聞かせるか。きついわ。ハーディン系。やり。これ2回攻撃できるもんね、多分。あ、全然できんわ。全然できんと。完全に嘘ついたわ。あ、もうスナイパーで殺すし。死ねや、ボケが。銀の弓。銀の弓、もったいね。鋼の弓。一撃。よし。オッケー。よし、行くぞ、サジ。お前は別に経験値いらないんだけどな。まあいいけど。ハンマーをね、使える敵がおったらね、マージ強いんだよ、このね。戦士系は。1! まあ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 。で、こっちね。これマジね。お、いいね、いいね。鋼の斧か。鋼の斧の割に、俺のこのただの斧で負けちゃうのかい？バカ野郎、このお前。強っ。でも今回の犠牲は、まだわからんけどね。まだわからんけど、とりあえず犠牲は一人か。嫌だねー。